ただいま。あ、もう先に帰ってきてたんだ。ってことは夕飯も準備できてたりして。本当？今日は私の大好きなビーフシチューなんだ。嬉しいな。君が作るのはコクがあってすごく美味しいのよね。考えただけでお腹が空いてきちゃった。恥ずかしい音が鳴り出す前に早く着替えてこなきゃ。え、バッグも持って行ってくれるの？あ、ありがとう。あ、疲れてるの顔に出てる？今日は続けて初めてのお客さんだったから緊張しっぱなしだったんだよね。うん、でも気に入ってもらえたらまた足を運んでもらえるかもだし、あがり症なのを理由にへばってちゃダメだよね。応援ありがとう。まさか君にそんな風に言ってもらえるなんて、ちょっとびっくりしちゃった。あ、上着まで？そこまでしなくて大丈夫だよ。ねえねえ、どうしたの？いつもはこんなことしないくせに。なんか怪しいな。あ、もしかしてこうやって私の機嫌取りをしてくるってことは何かお願い事があるとか？どう？当たりじゃない？やっぱり。何何？言ってみなさいよ。ってなんだ、そんなことなの？散髪に行くのが面倒だから切ってほしいって。かしこまって言うからもっと大事な話かと思っちゃったじゃない。今日は弟と久しぶりのスキンシップ。楽しみすぎて顔が自然とにやけてきちゃって。気が緩みすぎたらダメだよね。私が失敗したらこれからしばらく変な髪型で外を出歩くことになっちゃうんだから。よし、気持ちの切り替え完了。まずは新聞紙を床に敷き詰めて、くらい敷き詰めておけば大丈夫かな。それじゃあこの椅子に座って。うん、ありがとう。髪を切る前に首にタオルを巻いて、あとはケープもかけておくね。さてと、今回はどれくらい切ってほしいの？言っておくけど、お姉ちゃんは素人なんだから難しいのは要求しないでよね。
あくまで短くカットすることぐらいしかできないよ。髪の毛が首の後ろ側に当たって気になるのね。あとは前髪の長さか。だったらバランスが合うようにカットしないといけないかな。なんとなくどんな風に切ればいいかイメージできたかも。よーし、それじゃあ始めていくね。まずは頭の上から、切りすぎないように少しずつ少しずつ。切り残しがないように何度も何度も。これくらいでいいかな。続けて後ろの方もカットしていくよ。
この辺りはコームで髪をすくいながら少しずつカットしていって、よいしょよいしょ、こうしてみると結構伸びてたんだね。いつもこれくらいの長さでカットしてたんだ。床屋さんではなんて言ってカットしてもらってるの？半分くらい？なんだか漠然とした要望みたいだけど、それでちゃんと伝わってるの？やっぱりお店で全然違うんだ。嘘、いきなりバリカンで角刈りにされたこともあったの？それって2年前じゃなかったっけ。散髪に行ってくるって出かけたと思ったら、すごくさっぱりした髪型になって帰ってきたことがあったもん。あれってそういう理由でだったんだね。やっぱりもうちょっと具体的に髪型を伝えた方が、そういう手違いが少なくなっていいんじゃない？さてと、今度は左側の方をカットしていくよ。右側と長さが同じになるように整えていかないとね。下の方から徐々に上に向かって少しずつカットしていって、
ちにならないように丁寧に丁寧に。こら、カットしてる時に動いちゃダメ。お姉ちゃんの手元が狂って変な髪型になっちゃうよ。前髪なんて特に人の目に入りやすいところなんだから。ほら、まっすぐ向いたまま動かないで。したところは縦にハサミを入れて自然な形にして、もみあげの近くまで丁寧に切っていかないと。よいしょよいしょ。うんなんならこれからも散髪したいときにお姉ちゃんがカットしてあげようか。ほら、散髪代は浮くし、それをお小遣いにしたらいいじゃない。何言ってるのよ。確かにお小遣いをあげてるのは私だけど、返す必要なんてないよ。まあ君が好きな時でいいし、その都度言ってくれればいいの。お姉ちゃん髪切ってってね。それだったらいいでしょ。前向きに考えてくれてお姉ちゃん嬉しいな。よし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 。さてと、仕上げにドライヤーで濡れた髪を乾かしていくね。コンセントに差し込んでっと。それじゃあ、行くよ。どう？熱くないの？はっ、このまま続けていくね。ただいま。よかった、ちゃんと逃げずに待っててくれたんだね。だっていつもみたいに恥ずかしいからって逃げられないかなって心配してたんだもん。でもこうやって待っててくれたってことは、お姉ちゃんのマッサージを受けてみたかったんだよね。あー、またそんなこと言っちゃって。目をそらしながら言っても、それが照れ隠しだってことくらい、お姉ちゃんわかってるんだからね。ふふ、本当に可愛いんだから。よしよし。よしよし。さてと、それじゃあ早速始めよっか。ほら、お姉ちゃんの太ももに頭を乗せなさい。こうやって君を見下ろすのって本当に久しぶり。昔と違って太ももに感じる頭の重みがずしってくるよ。うんうん、君だって成長してるんだよね。
いつまでも子供のままじゃないってことくらい分かってるってば。でもお姉ちゃんとしてはずっと可愛がってあげたいって気持ち少しは分かってほしいな。だからこれからもたまには弟成分をお姉ちゃんに補給させなさいよね。今日みたいにスキンシップするだけでも仕事の疲れなんて吹き飛んじゃうんだから。顎からこめかみにかけてを丹念にマッサージしていくよ。もみ。円を描くように撫でたり、押し流すように動かしたり。どう？痛くない？うん。もし痛かったりしたら、ちゃんと教えてね。うん。次は、頬全体を握り拳を作ってできた第一関節あたりでグリグリってマッサージしていくね。筋肉をほぐすようにこうやって円を描きながら、くる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 。何よ、急に笑ったりなんかして。もう当然でしょ、いくら弟でもお客様にやるのと同じようにやってるんだから。ほーら、ニヤニヤしてないでリラックスしなさい。
次は小鼻のマッサージだね。指先で円を描きながら、スリスリ、スリスリ。大きな円からだんだんと小さく、よし、準備できたわね。まずはスチーマーにある給水器に水を注いでっと。ここに水をためるタンクがあるんだけど、この水を使ってスチームを出す仕組みなの。くらいでいいかな。あとはスイッチをオン。スチームの準備ができるまでしばらく待っててね。時間が経てばシュワシュワ音が聞こえてくるから初めての経験だからドキドキしてるんじゃない？男の子でこういう機械を使うなんてなかなかないと思うし。大丈夫大丈夫、使ってみると結構お肌の状態が違ってくるからびっくりすると思うよ。もうそろそろかな。それじゃあスチームを出すから、顔をもう少し近づけて。うん、この辺りで。そのままの位置で動かずに浴びてね。いくよ。このマッサージ器を使って頭皮のマッサージをしていくね。お姉ちゃんだって普段からこういうの使ってケアしてるんだよ。自分の指でやるのもいいけど、機械じゃないとなかなかできない動きとかあるしね。このマッサージ器って1分間にすごい振動するんだから気持ちいいと思うよ。それじゃあ、まずは額の生え際に当てて。
小刻みに動かしながら、徐々にこめかみに向かって動かしていって、そろそろ寝てる頃かな。お邪魔しまーす。うわ、真っ暗。足元見えないけど、何も置いてないよね。寝てるみたいだね。あとは気づかれないようにそーっと布団の中に入って、モザーモザー、布団に潜るとこの子の匂いがする。こんなの久しぶりだな。ここまで入っても気づかないなんて、熟睡してるのかな。よしよしよし、今日はお姉ちゃんが朝まで添い寝してあげるからね。よっしゃ。手を貸して。私の手のひらにも伝わってくる。ぎゅー。こうしてると落ち着くな。トントン。静かだから時計の針の音も聞こえてくるね。カチコチカチコチ、一定の速さの音が私たちを夢の世界へ連れて行ってくれるみたい。おーい、朝だぞ。
早く起きなさい。やっと起きた。って、何そんなに慌ててるのよ。いつの間にここにって、昨日の夜からずっとそばで寝てたよ。嘘じゃないってば。くっついても嫌がらなかったし、文句なんて言わせないんだから。なんとなく覚えてるんじゃない？私が話しかけたら、それとなく反応もしてたし。例えば、今日は一緒にお出かけするって約束もしたよね。本当だよ。駅前のデパートに行こうねって言ったら、うんって言ったんだから。もしかして、お姉ちゃんと買い物行くの嫌？そっか、そうだよね。私と一緒にいるとすごく恥ずかしいもんね。よく見たら、顔にニキビ跡が残ってる。これって前にできてたやつ？やっぱり、膨らんでたのを無理して指で取っちゃったんでしょう。鼻の頭だから目立ってるよ。それに、ちょっとくすんでるところもあるし。あ、そうだ！お姉ちゃんが君にメイクしてあげようか。そんなに嫌がらなくても大丈夫だってば。女の人がやってるような化粧とは違うから、安心しなさい。メンズメイクは、ファンデーションを塗って、あとは眉毛を整えるくらいかな。大丈夫、大丈夫。うんうん。ちゃんと顔を洗ってきたみたいだね。それじゃあ、椅子に座って。まずは、シミとかくすみに、このコンシーラーを塗っていってっと。コンシーラーっていうのは、目のクマとかシミを隠すのに使う化粧品なの。たくさん種類があって、色合いが違うのもあるから、肌浮きしちゃうこともあるんだけど。よいしょ。よいしょ。いい感じ、いい感じ。最後は眉をきれいに整えていこうね。まずはハサミで余分な毛をカットしていってっと。
チョキ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 。君の眉毛って結構綺麗だよね。もしかして普段からお手入れしてたりする？え、そうなんだ。何もしてないのにすごいね。これならそんなに切る必要はなさそうかも。こういうのを使って眉の薄いところとかを描き足してるんだよ。細すぎず、細すぎず、丁寧に描いて、角度をつけないで、自然な形になるようにと。ちょっとこの辺りは太くなっちゃったから指で消して、うん、今度は右の眉毛を描いていくね。大丈夫大丈夫、お姉ちゃんに任せて。外側に行くほど細く、細く。これで君もイケメンに変身できちゃうんだから。皆様、こんにちは。浅見ゆいです。癒し姉シリーズ、みな編の PR ボイスとして収録しております。この作品に初めて触れたという方もいらっしゃると思うので、ちょっとご説明しますと、キュアフェイス2という癒し音声作品がございまして、その中で登場したミナというキャラクターを演じさせていただいたんですけれども、そのミナの続編ということで、今回シリーズ名が変わりまして、癒し姉シリーズとしてリリースされることになりました。私もですね、前回のキュアフェイス2のミナちゃん の音声がものすごく好評だったっていうのを、DL 本数とかでね、知ってはいたんですけれども、このサークルさんから続編の台本書いてますっていう風なの情報をゲットした時に、あ、キュアフェイス2が出るんだと思って思ってたんですけど、まさかの姉シリーズにミナちゃんが登場ということになりまして、驚きました。はい、キュアフェイスの店員さんとしてではなく、今回はお姉ちゃんとして、あなたに癒しをお届けすることになりました。その音の内容といいますか、ケアの内容はですね、キュアフェイスお店ではやってない散髪とかメンズメイクとか、その辺の音声作品としてもなかなか珍しい音が入っておりますので、これは前作を聞いた方でも楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひ本編の方もよろしくお願いいたします。ご興味を持っていただけたら幸いです。
ということで、浅見ゆいでした。